皆さんこんにちは、ロコトークです。今日のお客様は、満を持してこの方にいらしていただきました。樋口真嗣監督です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。とんでもございません。よろしくお願いします。なんかあの緊張してます。最年少ですね、多分ね。ゲストの中では。そうそうそう。ね、そうですね。そうですよね。そうですよ。多分私が最年少なんです、ね。どうしてそういうとこから来るかな。もう本当に縮み上がっております。おいくつになられました？私58歳になりますね。58歳で最年少。はい、最年少。もういいですね。もうすみません、縮み上がっております。もともとあれでしょ、樋口、はい、さんって、はい、あの星野少年がどうのこうのって言ってませんでした？え、だから、うん、俺はだから、うん、そのね、姉さんの前、姉さんって私かい、はい、姉さんの前ではやはりこう星野少年のように振る舞わなきゃいけないんだなというえ、なんで？ふうにで、まあ、憧れだったわけですよ。ありがとうございます。そういうポジションがすいません。そしたらまさか本当にそうなって、おい、樋口みたいな、はい、モテみたいな。樋口って呼び捨てにしないですよ。酔っ払った時は。ああ、そうですね、すいませんね。大変失礼しました。大監督を。今日おかしいですよ。なんかいつもと違いますよ。いや、だってゲストにいらしていただいてる。ありがとうございます。そんな、いつものようにやってください。星野少年が好きで、で好きというか、うん、むしろあれでしたね、なんか嫉妬でしたよね。あ、そうなの、結構多いよね。ジェラシーですね。なんで？なんか独り占めしやがってみたいなね。独り占めされてないよ、藤谷。いや、でもなんか俺らから見ると一人だけいいとこで、しかも制服とかもらったりとかね。そう来ちゃってね、ヘルメットも、だいたいなんかこう、ほら、あのなんかおやっぱね、なんかこういう言い方すると良くないかもしれないけど、やっぱり、ね、飯島さんとかが考えた、うん、大人の考えた子供じゃないですか、所詮は。そうそうですよね。本当の子供はそんなこと言わねえよと思ってですね。子供だからいいですね。ダメ出してんの？いや、ダメ出してるつもりはないんですけど、当時の子供として。こましてくれてたね。そうそう、結構ね、いろんなことがね、考え方がね。もうああいうことするとむしろなんか自分の立場を不利にするから、もうちょい下手に出てね、うん、やっぱこう。亀口聞いてるんじゃねえよ。そう、もうああいうの絶対良くないと思う。藤谷とため口聞くんじゃないみたいなね。でも、よくよく考えたら、あの時の藤田、つうか姉さんとその星野くん、そして上にいるお兄さんたちいるじゃないですか。お兄さんたち、だからむしろ星野くんとかの方は年齢差としては近いんですよ。あ、近いです、近いです、全然近いです。だからね、途中で、まあ本当失礼な話しながら実年齢とか知るわけですよ。そうすると、うわぁ、なるほど、そういうことか。じゃあどっち、チームとしてこっちだったんだみたいな。チームアキコ。チーム分けとしては、そう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 。あっちのチームには入りたくない。エルダーチームではないと。そう。そうなんだ。あのね、あの、星野くんはね、あの、お芝居が上手い子だった。ものすごく、はい、NG 出さないし、本当に嫌な子だった。ごめんね。本当に NG 出す。逆に藤井明子隊員は結構もう一回だみたいなのがあったんですか？うん、藤隊員もない。ないんですか？うん、ある人が誰かと、誰かと誰か。ああ、大体わかる気がします。誰か。あとね、やっぱりあのキャップが厳しいからね、うちの場合、あのちょっとイントネーション違ったり、ちょっとあのこうお国なまりが出ちゃうと。あのちってお国なまりというところがヒントですね、これは。はい、でしょうと、キャップがあのおいちょっとって、それぞれ、だから私もね、あの年代だから子役みたいなもんなのよ。あ、なるほど。10代のこっち側だから、だから子役ってきちっと覚えてきて、あのそこそこはやるけど、まあこんなもんかなみたいな感じじゃない。いやいやいや、こんなもん、さすが芸術家がね、なるほどございますからね。いやいやいや、あのそもそもあれ樋口先生とは、いやいや、それ何も知らないですよ。樋口さんとはどこが初対面だった、はい、どこですかね。え、多分わちゃわちゃしてる時で、多分俺はなんかその時いた、その他大勢の一人なわけ。どこにいたかな。そう、つぶらえプロではいつから来てんの。ちょっとね、つぶらえよりもね、俺はあっちの古代が先だ。あ、実相寺さんの古代が先なの。ええ、本当に20代前半でずっと古代に出入りしてて。あ、そうなの。知らなかった。だからその時、でもその時あんまりだから実相寺さんと仲良くないみたいな感じだった。多分ね、なんかあのいつも行くと騙されるみたいな感じで。すごいなんか いつもだからなんかいやいや言って怒ってるみたいな感じだったんで、すごい俺遠巻きにしてなんか、あ、
怖いなみたいな。あ、私が、あの俺とか原口さんとかがその時なんかその古代に出入りしてる若、うん、何あんたたちみたいな。そうそうそう、やめ、その時いない方がいいわよみたいな。それはね正しい、うん、ね、あのね、あの時代はね、私自身がね相当生意気だった、あ、なるほど、嫌な女だった、嫌な、あ、私は女優よ、はい、とはまた違う、そこじゃないね、あの、なん実相さん女の歯とかを買い取ってみたいな、あのそういう時代だった、もっとあのジャミラみたいの取ってよみたいな。やっぱでもその実相寺さんとやっぱそのそれこそねウルトラマンの頃からずっとやられてるじゃないですか、はい、で何かあるとゲストでね呼ばれたりとかあるじゃないですか、はいはい、出していただきます、ね、はい、そういうのも含めて、はい、でおそらく俺が思うに、うん、まあ、少ない時間のお付き合いの中でドストライクだったわけじゃないですか、おそらく実相さんが、うん、実相さんの、その造形的にね、うん、あの、まあ、性格はわからないですけどでも、もう明らかに、あ、もうやっぱ桜井弘子さんの面影を追いかけてたんだなとすら思うぐらい、ありがたいことにね、それに対するこのなんていうか反逆的な姿勢というんですかね、そう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 、だってあのジャミラみたいな、ああいうストーリーとかね、そういうのは、あの分かるけれども、その後のマンダラとかね、あそこってもう全くからっきし、私なんかがあの相反するところなんですよ、東方から出てるわけで、まあそうですよね、でもそこに突き進んでいくわけじゃないですかね、いやいや、つの、はい、つこう、うーって後ろからうーってキャップとか、みんなが、おいしたお前、実相は才能あるんだぞとかね、だからその才能って見せてよとか、出てみないとわからないよ見せてよだったら出たらわかるよとかさ、そういう感じでマンダラ出ちゃった、だから今でも黒歴史よ、黒歴史ですよ、うん、もう出ない方がよかったはっきり言って、うん、いい、そんなこと言っちゃって、いや、いいんじゃ、あのそれでも出ちゃいましたからね、もうあのしょうがないね、それはね本当に、ね、中学生ぐらいの時に神保町に古本屋さんがいっぱいあるじゃないですか、はい、あります、あの中に結構その美術書専門の本屋があって、うん、ある、うん、で別の本を、うん、ブックブラザー高栄堂ってとこなんです、もうなくなっちゃったんですけど、もうそういう洋書とかそういうのがあって、うん、その中に、うん、マンダラの写真書があったわけです、沢谷さんのやつ、あ、なるほど、それを見てね、あ、買ったの、いや、買えなかったんですよ、高かった、え、まあ、高いのと、あとなんかこう中学生、小学生とかがなんか買ったら怒る、これ絶対怒られる、後ろめたい本、後ろめたさ、絶対後ろめたい本でしたからね、あのいい、あのあれでしたけどね、沢谷さんだからね、あの相当良かったんだけど、あれだけ私ね、あの全裸になってない、そうですね、私だけなって、ね、抵抗してるの、無駄な抵抗してるただやっぱりあの時に、あのマンダラの話になっちゃうけど、あの時に初めて池谷則義という人が美術で、はい、その前からねウルトラで美術で来てたんだけど、やっぱり成田さんとかそっちの高山さんとかの印象が私の方は強かったから、はい、池ちゃんはちょっと失念してたのよ、そういった時にマンダラの時に池ちゃんが来て、テキパキやってて、それで池ちゃんって認識したんですよ、むしろウルトラシリーズやってる時は、まあ、あの助手というか現場についてて、そうでやっぱりあの成田さんとか背高いじゃんみんな、まあ押しが強そうなんで、ね、その後ろの方であの、はにかんでる人がいるなと思ったんだけど、それが池ちゃんだと思わなかった、その後やっぱりあの飯島監督たちと一緒にね、あのウルトラのゆりかごとか、ずっと18年間池ちゃんとグループ組んで仕事やってきたから、あの時悪かったなと思っちゃうね池ちゃんね、いや、本当池谷さんもね、僕ら本当出会った時は本当コマーシャルのね美術もそうですよね、大先生で一本になってたもんね、でなんかその時、まあ、絵コンテ屋をやってたんですよ、演出部とかじゃなく私が、あ、そうなの、うん、帝都物語とかの時に、そのなんかとてもじゃないけど、そのやんなきゃいけないカット数とか多いから、絵コンテを誰かに書いてもらおうって話になって、でオーディションがあるって話を聞いて、オーディションで受かったんですよ、オーディションですよ、もう、後にも先にも初めてですよ、もうそんな絵コンテのオーディション、どうやって見せるの、だから書いてこいって言われて書いてきて、こんな感じでどうでしょう、何枚ぐらい書いてた、5枚ぐらい書いて、で池ちゃんいたの、そこにいました、いました、実相さんもいたの、で実相さんいたんだけど、もうなんか実相さん別にそんなのいらないっていう態度なんですよね、こっちとしてはもうだから10年ぶりですよ、実相さん
監督やるって、うん、もうこれ歴史的瞬間だし、俺ちょうどその頃ガイナックスってそれこそあのいた会社にいたわけですよ、はいはい、で会社辞めて、うん、もう辞表出して、それでもう俺はもうこっちでかけちゃった、うん、あらそしたらね、釣れないわけですよ、実相寺さんとかこういうチャレンジャーだよね。いやもういやもうこれ絶対実相寺さん好きだろうみたいなカットばっかりやるんだけど、ふんみたいな感じでわざとやってんだよ、わざとだったわざとだ、あのね、実相寺さんってね、気に入るとね、わざと気に入らない顔するのよ、女の人に対しても。あ、そうです、女の人に対してもそうだからね、はい、すごいね、困っちゃうのよ、ね、なんか最初からあのマンダラの話になっちゃって、ちょっとここで休憩を、ね